おはようございます。迷彩チャンネルのゆうきです。今日は2024年7月4日、ここは JR 東日本、JR 東海などの東京駅です。今日は迷彩チャンネルのミリから挑戦状が、ね、あるということなので、早速ゲームのルール説明をしていただこうと思います。はい、では説明していきます。まずゆうきさんにはとある場所に行っていただきます。はい、その場所というのは船の科学館というところです。あー、なるほど。で、ルールとしてはネット禁止、え？ GPS 禁止、そんなで、マップも禁止です。なるほど、まあいいでしょう。マップとなり、まあ地図ですね。なるほど。え、地図、電子での地図は禁止、電子での地図は禁止、その辺は OK です。その辺に掲示してあるタイプは頭はそもそも乗ってないんで大丈夫。あ、はい、わかりました。で、タクシーとヒッチハイクは当然禁止。はい。で、時刻表通りに動いているもののみで移動していただきます。はい、遅れている列車に乗るのはもうセーフです。時刻表通りに一応動いている通りではない気がするけど、まあまあ時刻表基準にして動いている、公共交通のみってことだ。つまりそういうことです、うん、そういうことですね。で、ヘルプコール、はい、さすがにちょっと酷なのでないと思う。なるほど。ヘルプコール一度だけ OK です。ほう。ただヘルプコールなしで現地に行けた場合、はい、明日の鉄道博物館無料です。おお、素晴らしい。だから要するに船の科学館っていう場所があるので、そこに行けと、そういうチャレンジですね。そうですね。名前が船の科学館である建物を見つけて行け、はい、いいでしょう、はい、やってやろう。先に正解ルートのご紹介をいたします。まず最初に京浜東北線などを使い新橋駅へ行っていただきます。これは山手線でも東海道線でも大丈夫です。新橋駅で乗ってきた列車を見送ります。長いですね。次にゆりかもめに乗り換えます。ゆりかもめに乗りましたら東京国際クルーズターミナルで下車をします。乗ってきた列車を見送ります。2回目ですね。最後に徒歩で目的地まで移動していただきます。だいたい5分ぐらいですね。ミリはね、先に船の科学館に行くということで行っちゃいました。現在の時刻は6時56分、7時から開始せよとのことです。7時が来たので行動を開始します。とりあえずミリが改札内でロッカー見つけて荷物預けたいって言ってたんで、改札内であることは確定なんですけど、もう2択に大体絞れてて、お台場か横浜だと思うんですよね。だから多分さすがに横浜に来いとはあんま言わないと思うんで、ゆりかもめに乗ったらいいんじゃないかな。駅の案内で船の科学館に行く人降りてくださいって言ってくれる気がするんですよね。ご乗車ありがとうございます。
信たっぷりげに到着したゆうきくんですが、この時点でまだミリは到着していません。つまりどういうことかというと、彼にはゴールにいるのにゴールがわからないという状況になっています。ただですね、動画の素材の都合上かなりあっけない終わり方をするので、最後に合流できたよということだけは伝えておきます。では半分自信をなくしかけているゆうきの様子をお楽しみください。紙の地図を撮ったんですけど、船の科学館がね、見当たらないんですよね。迷子だぞ、困ったな。消えたか。これやられたかもしれない。マジでそんなことある？なんで？いや、合ってるはずなんですが、なぜか天地の地図に書き換えるとはね。あ、あれじゃん。あった。あれおかしいぞ。解体されてるな。これは、だから、そういうやつだな。だから、どうしたらいいんだろう。だって、